2014年度というのは過去最高を更新する見通しなんですよね。利用してるんですね。そうなんです。その成功の鍵、まあ一つ見ていきますと、観光列車を設置しているんですね。九州新幹線を大動脈として、その周辺駅を毛細血管のように、まあ、いろいろな観光列車を作って、まあ、九州各地見ていってもらおうというものを作っているんです。ちょっとその数、ね、本当にたくさんあるんですけれども、このように、まあ、部分開通から全線開業した時からずっと増やし続けていまして、特急あそぼーいですとか、特急 A 列車